はい、マーシャル。箱から取り出すと、このようなものが入っております。工軸用のネジですね。ビス。トリセツ。金猫ですね。金猫。あとこれはケース。ケースカバーですね。でね、ノーマルの、ヘッドライト、延長ステイ、ヘッドライト延長ステイをつけてないと、なんかね、当たっちゃって加工しなきゃいけないみたいなんですけど、僕のはね、アントライオンがついてるんで、もともと延長されてるんで、ね、凹んでるじゃないですか。こういう風に。で、ノーマルってこうなってるから、メーターが干渉するんですよ。こうなってるから自分のちょっとメーターに被るぐらい上にヘッドライトがつくんではないかと思います。工軸用のネジがこんなに細かい、ちっちゃい。さて、これから組み立てていこうと思います。ここに爪があるんですよ。爪、こいつね、こいつを今折っていきますんで、刃先用だから、まあ、これと同じように、ここを、この真ん中を合わして、爪を折っていこうと思います。ここの、なんつうの、筋と筋。いや、これ手こずれだ。細いのじゃねえって無理だ。これちょっと一回。どうだ、これ。危ねえ刺さるよ。まあ、こんな感じでね、とりあえず一周していくんで。まあ、爪折りはこんな感じです。こいつか。ちっちゃい。手こずる。狭い。狭っ。どうする?で、ここと、今つけたね、これと、ここの、工軸の穴、これを合わせるために、このようにドッキングさせます。入った。こういうことだ。で、ここに、バネと、この間にバネを入れて、ボルト、うん、こっち側からこういってバネ、こういうことですね。組み付け完了。こことここが合わせて、で、これを工軸を組んだ後は、こいつね、この、そこのネジをここにつけて、これも緩み止めのネジにナットになってんだ。と、結構きついで。きつ。この状態でちょっとね、平行じゃないんですよ。こ
ここが歪になっちゃってるから、平行になるまで高軸調整ボルトを、締め付けます。ここの感じをね、平行になるまで、こんな感じかな。うん。じゃあ俺平行になったでしょ。で、このユニット、これボルトをロックしちゃえばいいんだ。締め付けて、後軸のこれも、この後軸は横なんだよな。こういう横の後軸なの。縦の後軸いらねえのか？これでレンズと、このリムとレンズが平行な、まあ1センチぐらいですか。平行になったんで、これで完了。木島変換ハーネス。これを購入しまして、で、ポジションの方ですね。今、つなぎときました。これから取り付けていこうと思います。